代表的なエマルションである、マヨネーズエマルション、または、エマルジョンとは分室、分散質、分散中立ちが共に液体である、分散形容液のこと、入濁液あるいは乳剤とも言う、身近な例としては、マヨネーズ、木工用接着剤、アクリル絵の具、写真フィルムの観光層、アスファルト舗装のシール剤が挙げられる。 分離している二つの液体をエマルジョンにすることを乳化といい、乳化する作用を持つ物質を乳化剤という化粧品の乳液を指すこともある。農薬ではエマルジョンと乳剤を区別し、有効成分を有機溶剤及び海面活性剤に溶解した溶液を乳剤と呼ぶ。古い文献などでは、濁点のあるエマルジョンという表記が多く、科学分野を中心に一般にも浸透しており、 写真フィルムなどでは、業界用語として定着している。一方、日本工業企画では、エマルションと表記するので、産業関係では、濁点のない表記が定着している。ただし、英語の発音を無理にカタカナで表記すれば、イマールシャンが近い。時々、エマルション液的という記述があるが、エマルションとは見学している形を指しており、中立ち中に分散した雫を指す言葉としては、誤りである。 一般に、水と油のように相互に混ざり合わない液体は、海面張力が大きいので液的上に分散しても、雫が合体することによって、海面の面積を小さくする作用が働いて、最終的には2つの層に分離する、分子構造のある部分と異なる部分が混ざり合わない、溶媒に対して親和性を持つ物質を、両親媒性物質と呼ぶ、分散系に両親媒性物質を添加すると、 この物質がそれぞれの溶媒に配合し海面を覆い尽くすように分布する。一方の物質が粒状に解合している構造をミセルと呼び、両新媒性物質がミセルを形成すると液的の分散系が安定化する。両新媒性物質が分布することによって海面張力は低下し、特に4性物質の場合は電気二重層を形成して液的間に 静電反発力が働くなど、海面を保護するように作用するので、分散系の液滴は安定化する。例えば石鹸など、影4系海面活性剤は、素水性元を湯滴側、カルボキシュレートアニオン元を水側に向けて海面に配合することで油を水に可用化する。一方、カルボキシュレートアニオン元の不電化は、分極した水を引きつけ、アニオン電化と、 分局した水の電荷から構成される電気二重層を形成する。これによって、油滴表面には同種の電荷が存在するので油滴同士は反発し、エマルションは安定する。詳細は、臨界ミセル濃度を参照ミセルを形成するためには、両心媒生物質が海面に一定量以上存在する必要があり、ミセルを形成するのに必要な最低限の 海面活性剤濃度を臨界ミセル濃度と呼ぶ。この値が小さいほど海面活性剤としての能力は高い。乳化剤は安定なエマルションを形成するために添加される良心媒性物質であり、一般には化学品の良心媒性物質である海面活性剤が用いられることが多い。食品用、化粧品用、工業用といった用途に合わせて様々な種類の乳化剤がある。 例えば、マヨネーズにおいては、卵黄の脂質が海面活性効果を表し、牛乳においては乳タンパク質が働くことで安定なエマルションを形成している。自ら油系エマルションを形成する場合、油滴が水に分散する水中油滴エマルションか油中水滴エマルションのいずれかの構成をとる。乳化剤の浸水性と浸油性の強度がどの程度であるかによって、 どちらの状態を取りやすいかが決まる。温度変化などによって O、W 型と W、O 型との間を移り変わる転送と呼ばれる現象も見られ、その温度を転送温度という、乳化剤の浸水性と浸油性の相対的強度を表す指標として、浸水浸油バランスが用いられている。HLB 値が大きいほど浸水性の強度が強い。乳化剤の HLB 値が大きいと、 水中油的エマルションを形成しやすく、小さいと油中水的エマルションを形成しやすい。エマルションは、熱力学的に不安定な系であり、非平行状態にある。すなわち、未来永光に微細混合されている状態が保たれるわけではなく、いつかは必ず油と水に分かれてしまう。そこで、合一をできる限り抑えるために、様々な入荷方法が検討されており、一般的には、 下記のものが知られている。機械入荷、電気毛管入荷以外は入荷途中に無限会合状態を経由する方法が取られており、非分散側の粒子系をできる限り微細化することで合一を防いでいる。介入荷とは入荷の逆を言う。つまりエマルションになっている系を積極的に安定な愛分離系へ移行させるプロセスを言う。利用としては原油にエマルションとして含まれている。 水の分離や下水中にエマルションとして含まれている廃油の分離などがある。エマルションは父を絞るという意味のラテン語から来た言葉であり、ナッツなどから抽出した乳液を刺した、ビネグレットソースやオランデーズソース、ブイヤベースなど、とろみのある料理やソース、ソーセージの重填物などはエマルションである。また、サラダなどにエマルションソースをかけたものは、 メニュー名に、のエマルションと記されることがある。エマルションソースは高温になると乳化剤が安定性を失うので、かける対象が厚すぎる料理には向かない。保温する場合も、水分と油の比率が変化しないように注意する。必要がある。冷蔵庫で保管するなどした場合、隣り合う液滴が融合したり油脂が固化して、滑らかさが失われることもある。石油用語辞典エマルジョン JX 飛行。 日赤エネルギーエマルジョンボールペンゼブラフィルムの入材番号をエマルジョンナンバーと呼ぶ。邪魔邪魔ガジネ -2007 年4月号5。エマルジョン塗料日本自動車工業会。エマルジョンの発音記号と読み方。発音インフォ。2017年4月15日閲覧。ハロルド・マッキー 2008.pp605 から 618. ハロルド・マッキー。鋼材緑役。 マギーキッチンサイエンス協立出版2008年 ISBN 9長7843億2千六6万1606ありがとうございます。